はい、どうも、赤大好き、トモでございます。まったり、マインクラフトをやっていこうと思います。撮影日は5月8日3時25分、15時25分でございます。一気にため撮りの方をしまして、一気にためまして、ゴムリ飛んでんぞ、うい、なに、あ、危ねえ、ゴムリ、待て、ゴムリ、お前は、お前はなんだ、待て、蝶々、アゲハチョ、そう、黒いアゲハチョ、ひらりひらりと前、遊ばせねえよ、うん、OK、とりあえずこの村、拠点にして、一旦こっちで村人を増やせるかっていう実験をしようと思います。コメントが来ないので、失敗はしたくないんで、うちの村で一旦こっちで、同じような環境づくりを一旦して、環境といってもあまり変わりはないんですが、ある程度作りまして、ある程度作りのよし。よし。この辺の改築。改築っていうか、整地。整地。整地をしていこう。ごめんね、村人職。僕が明かりを灯せるような道具を一切持っていない。だから、待っててくれ。どっかマグマを。マグマどっかに灯しておこうか。
石のフェンスの中にマグマを入れておこうか。羊小屋とかも作っておきたい。にしてもこの辺周辺に木があんま生えてないね。あっちに行きゃ確か村があるんだけど、あっちだっけ、あっちだよな。あっちに行けば村があるはずなんだけど。よいしょ。どうした？登りづらいんだろ、それ。知ってる知ってる。ではあって。はい。繁殖どころじゃねえ。おやすみなさい。ありがとうございます。あぶねえ。そうだ、そういうことしちゃいけないんだ。まだこの辺周辺全然安全を確保してないんだ。ほら雲湧いてる。ぶねえ。ハンナイスハンだ。グッジョーグッジョーグッジョー。フェンス作るか。丸石のフェンスを作ろう。明かりを作ろう。して。明かりを灯せるような感じにすると。これも壊しとこう。怖いから。こいつらが。30個か。まあ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 悪くない。すいません、喉の調子。一旦この村周辺を安全にするために、危険を犯すよ、少々の危険を犯す必要があるかもしれない。いや、その必要ないか。はい、飯をくれ。いや、もったいねえな。お肉使おう。で、この家を壊す。壊す、この家。立地が悪い。もう一度下げる。原木を全部炭にさせていただいて。木材と炭とで分け、いや丸石使おう。柱部分丸石を使おう。これで炭ができる。そして松明を作れる。石炭は交渉用の材料として取っておく。素晴らしい。で、羊をどっかに集めておく必要がある。村人、確かここにいる誰、どっかの村人が誰かしらが欲しがっていたはず。待て。おっと、でっぱちって。あれ？下がって認識されちゃう。ここで見て。で、階段。
て、ドラ。名古屋を作ろう。正直邪魔だしな。よし。名古屋拡張しようか。ちょっと広すぎるか。第二の村を。いや全然育たないな。なんでだ。光源が足んないか。あれついてる。あれドアだった。あいいじゃん。逆におしゃれじゃん。逆におしゃれ。この列の天井はいらない。で、このフェンスをもらうと、すると馬小屋用のフェンスが手に入る。実に素晴らしい。これ石じゃん。よし、ちょうどいい。入賞に行ってる人いませんか。大丈夫ですね。塞がないけどさ。いや塞ぐか。
木が邪魔、誰がその直したやつ置いていてくなって言ってんだよ。あの村人、村から出てっちゃう。いや、そんなバカな、ありえない。あ、ツルハシの中にちったんだ。で、ここのフェンスをちょっといただく。こんぐらいかな。よし。よし。三四十二十ジャスト。何してたお前、そこで何してんだお前。では寝ます。あ、俺としたことが。何してんだお前。すみなさい。あ、開けっぱだった。ありがとうございます。大丈夫かな。何としょ。ついてるよね、だいぶね。あぶねえ、下げといてよかった。しまった。違う、溺れるんだっけこれ。感じ
で馬小屋を眺められる形状にしつつね、拡張すると若干狭いな、そこだと通路が。チャリ、ポリッシュバケツ、これ必要だ。こんなところかな。ベッドバン別にそこでよかったか。いや、なんとなく。すぐ調理場があると。ここかな。こんないらねえな。入れたから広げたいよ。広げるにしてもな、窓の位置がな。お、こっち窓ないな。こっち窓ないなっつってね、まあ、広げづらいな。これ広げづらいな。
ード悪いのなしいのでしょ。まあこうなるよね。まあ一旦こうなるよね。しゃべるだ。継ぎはぎの作業台、継ぎはぎ台というか、一個でいいに三個できるとなんか損した気分。得なんだけどさ、損した気分。かっけえ、かっけえこの形。いいな、どうしよう。絵もいらねえんじゃない。面白いなこの家。家という名前をつけていいのだろうかっていう建築物だけど。まだ照らしたりてない気がするなこの家。なんか照らしましょうね。とりあえずはね。ハーフタイムが来たんだね。39個じゃ足んないな。ちょっと広げすぎ？そんなことないよ。そんなことないって。大丈夫だよ。広げすぎですか、やっぱり。ちょっと開きすぎ？広きすぎってわけも。そんな余裕はないであげてよ。そんな余裕ってもらってしょうがないじゃん。そんなって場所余ってんだから使わせてあげよう。この人たち場所を提供、余った場所を提供。おやすみなさい。うん、なぬ、おやすみなさい。なぬ、ありがとうございます。砂なかったっけ？俺砂持ってねえんだっけ？持ってねえよな。持ってねえからねえんだもんな。オール。さすが。一個でいい。って言いながらすげえ取る。よし、近くにマグマがあるってのはすごい便利だな。この村は近くに洞窟まであるっていう素晴らしいポジション。ただ近場に多くの木が植わってないのはちょっと残念、ちょっと残念ではあるけど、残念ですが、白樺はいっぱい、松の木もある。あ、あったあった。意外とあった。見てなかっただけだ。俺が見てないだっただけだ。ごめん。うん。大体の人が俺の考えてることが今分かったんじゃないかな。
動画を見てくれてる人はね、この間まで100いくかいかないかぐらいの、100いってる動画もあったりね、いかなかった動画もあったりしていた中で、いきなり11になってしまったという、この悲しさ。わかるかい？この悲しさ。という名の虚しさ。ここ？ちょっと一個で狭くなっちゃったんじゃない？ここか。はいはい。じゃあね、あれをね、完成させてから終わりにしようか。その前にここを完成させようか。ごめんちゃん、ごめんちゃん、ごめんごめん、ごめん。これで2つあるから、ここから出る前に1個押さえちゃえば、はい、もうこれで出れない。手綱どうした？奥行っとる。拾った？拾ったね。出入り、村人が出入りできないようにしといて。ちょ、一旦完成させます。できねえや。いや、時間来ちゃったんで、もう一本立て続けに取ろうと思うので、今回は、すげえ量の羊。今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。そして、いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。質問、コメントは赤田下のコメントの話、もしくは ASK.FM までよろしくお願いいたします。以上、赤田下智がお送りいたしました。またね。